さあ始まりました。本日 IOST のチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども12月10日午後14時57分 YouTube 録画しております。現在の IOST ですけども 3.67 円ということで、ちょっと今日は下落しております。大体 1.6% ぐらいのちょっと下落になってきたのかなというところですね。なんかあんまり下がってるね感じもしないですし、ちょっとチャートを見るとね、陽線なのにっていうところはあるんですけども、ちょっと左の方からね、こう階段を下がるように下がってきてしまっていて、方向性としては3円の方にね、ちょっと向かってきてしまっているという形で、あまり良くない状況かと思います。なかなかね、動きが、変わらないというかですね、なかなかこう上に行くような流れになってこない、ずっとずるずる下がってきています。それから OMG ですね、こちらもちょっと同じようなチャートでずっと下がっていたりするんですけども、ちょっと違いがあるとするとですね、ちょっと1時間足で確認していきますね。1時間足で見ますと OMG がですね、一番最後のチャートなんですが、ちょっと上ヒゲがめちゃくちゃ長いです。そこはね、こちらの IOST とちょっと違うのかなというところで、OMG に比べてしまうと、ちょっと OMG のホルダーには申し訳ないんですけども、IOST の方がちょっとチャートの形は望みがあるというか、いいんじゃないかなというふうに判断はしています。OMG もね、いずれはまた回復できるんじゃないかなと思うんですけども、比べた場合ですね、比べた場合は IOST の方がちょっと上がるのも早いかもしれませんね。ただ似たような動きっていうのは、エアドロップの後ですね、ずっとこうそこまでね一緒にお付き合いすることないなと思うんですけども、なかなか上がらないですね。 OMG もエアドロップのボバがあってみたいな感じで、それからずっと下がってきてしまいました。そのね OMG と比較した場合はちょっと IOS の方がいいということをね、ちょっとお伝えして、これからチャート分析の方をしっかり進めていきますけども、こちら冷やしチャートになりますね。見ていきますと、右の方にね今こう陽線が出て、ちょっとコマもちっちゃくて、取引自体もですねかなり細ってきてます。下の方にちょっとチャートの下に取引のグラフがありますけども、かなりねこちらも右肩下がりでどんどん下がってきてしまっているので、売りの勢いもそこまでねでかくはないんですけども、ずるずると買い手不在の中、ちょっとね諦めてこう売ってしまっているというか、売っている方が値段をこう下げてしまっているような形に結果的になってしまっているのかなというところですね。ただ前回もですね3円切ったところではしっかり買い物が入ってきてますので、一つの目処としては3円ぐらいですね、この辺にちょっとね買い物をぶつけていってもいいのかなっていうふうにはちょっと考えてますので、そろそろ出陣の準備してみようかなって私も思っております。3円ぐらいでちょっとね買い増しもできればチャンスがあればしてみようかなっていうふうにはちょっと考えてますけど、ちょっと今ね 3.6 円なんで、少しそういう状況で今待っているという感じかもしれません。3円切って少しもう少し下がったところで買おうかなっていうふうにね、この下ヒゲが長いあたりで買えたらいいな、 2.8 円ぐらいですかね、この辺で買えたら結構いいんじゃないかなと思ってます。2.8 円でもし買えたらですね、私はちょっと買えないと思ってるんですけども、万が一ですね買えたとしたらですね、例えば 2.8 円の IOST 半分になっちゃったよ、 1.4 円になりますね。 1.4 円の IOST ってあんまり想像今更つかなくないですか。昔 1.4 円っていうのはね上がってきて、例えば 0.78 円の時もありましたので、そこから見ると 1.4 円っていうのはあるんですけども、 3.6 円から見た 1.4 円ってあんまり想像できないですよね。 1.4 円だったらうなるほど皆さん欲しいんじゃないかなと思いますし、そういう形でそこまでね下がるというのはちょっとこう相対した比較で言うと、あんまりちょっとイメージつかないですよね。短期的にもう暴落中の暴落みたいな形で全部がね、30% から 50% ぐらい下げるような、また暴落がね、これないとは言えないんで本当気をつけた方がいいと思いますけども、こういうことがねまた起きれば、そういう例えば2円以下とかねありますけど、ありえそうですけども、ちょっと普通のねこう通常営業っていうんですか、こういう状況だったらあんまりねそこまで一気に下がるってことはちょっと見込めないなっていうふうに思いますので、あったらってことでねちょっとイメージはしてるんですけども、おそらく3円ぐらいでは一旦ちょっと抵抗があって少し上に行くそぶりは見せるはずだと思いますので、ちょっとその辺でしっかり動きを確認してですね、2.8 円ぐらいで強そうだなっていう判断ができればちょっと買い増ししようかなっていうふうに今のところは考えてます。
まあ、ただですね、いくらなんでもちょっと下げすぎだろうというね、まあ、ご意見もあると思います。私もちょっとそういう、どっちかというとそっち派なんですが、まあ、この辺が上がるには、ある程度いいポジションかなというふうにも考えています。3.6円ですね。まあ、このまま4円の方に、まあ、陽線が、まあ、1個か、それとも2、3個出て上がっていくのかわからないんですけども、ちょっとカップイズハンドルみたいなのありますよね。こう上がる時の助長、まあ、序章というんです。序章じゃないですね。序章みたいな、こう、グイーンってね、こう、なんて言うんでしょう。弧を描くみたいなね、上がり方するときありますけど、そういう形にそろそろなってもいいかなと思うんですね。まあ、ただ、それが何度もありましたね。例えばこの辺。そろそろカップイズハンドルか。ここもそうです。そろそろカップイズハンドルか。ちょっと途中までは良かったんですけどね。ここで下がってきてしまって、また期待外れ。まあ、ここもね、ないとは言えないですね。次の段階で、また下に来るということになると、階段がまたさらに下がるということになるかと思うんですが、まあ、そろそろ上がっていくのかなっていうふうにはね、思いますけど、なかなかそれが来ないんですよ。それがまあ、今の IOST のちょっとこの現実ですね。まあ、実際は、まあ、もともとはね、もう少しポテンシャルも高いということもありますので、まあ、ちょっとね、10円に近いような値段を想定してた方も多いと思いますし、私も実際ね、まあ、このぐらいの値段にまたなるかっていうのは、ちょっとあんまり想像できなかったですね、正直。まあ、ただね、ちょっとこう振り返ってみればですね、最近の傾向はこういう形のが多いです。例えば先ほど言ったような OMG、それから、まあ、こちらの IOST もそうなんですけども、例えば、まあ、ポジティブな材料が出たやつですね、シンボルとか、それからジャスミーとかもそうなんですけども、まあ、上場しますよって言ってね、まあ、こういいニュースが出て、そこまでは上がるんですよね。まあ、上場が決まって、まあ、上場日までは上がるんですが、上場してからが、まあ、材料で尽くしみたいな形で、なかなかこう、シンボルでさえ上がれないみたいなね、ちょっと状況で、どういうことなんだみたいなね、ちょっと思っている方も多いと思うんですけども、現状そういう感じなんですよね。まあ、ですので、まあ、IOC もしばらくはちょっとね、この下落のトレンド、下落の階段がちょっと続いちゃっているので、まあ、どこまで下がるのかっていうのはちょっと読みにくいんですけども、まあ、ちょっと3円ってやっぱり大きな数字ですからね、まあ、この辺は意識されて戻ってくる、口実としても3円で戻るっていうのはなんかありそうかなと思うので、まあ、この辺ちょっと要注目ですね。まあ、IOC しっかり買い増ししたいなっていうね、私のようなケースの場合は、ちょっとその辺でね、まあ、もう一回判断をして、まあ、資金がその時にあればですね、まあ、積極的に買っていくみたいな形でいけば、まあ、ちょっと長期的にね、トレンドを考えると、まあ、ある程度高くは売れる形には、どちらかというと確率高いのかなっていうふうには思ってますので、まあ、しっかり買っていきたいなと思って、まあ、今のところちょっと動いてないですが、3.6円だとちょっと動いてないんですけども、少し階段がね、下がったところをね、こう、しっかりね、捕まえていきたいと思っているわけであります。まあ、ですので、まあ、2通りのパターンですね。3円の方に、まあ、どういう形かわからないですけども、結果的に向かっていってしまうパターン。まあ、規則的に動いてますので、陽線含んでまた下がるみたいな感じですよね。まあ、そういう形で下がっていくパターンと、あとは抵抗してこの辺から横に動くパターン。まあ、この辺はまあありそうなパターンですね。それから上がっていくパターンは、ここからもう重い腰をやっと上げて、まあ、陽線がボンボンと出て、まあ、5円の方になんだかんだ言って向かうという形は十分あるんじゃないかなと思う。まあ、大まかに分けるとその3つですね。通常のパターンでしたら。ただ一番怖いのは急落です。ここからの急落が一番怖いです。まあ、買いたい方にとっては好機なんでしょうけども、まあ、ホルダーでも私はありますので、まあ、一番嫌な感じでも、ちょっとパラドックスなんですけども、一番嫌なシナリオは、ありえないぐらいの下げっていうのが一番怖いですね。まあ、相場が崩れてしまって、もう、どんどんもう、みんなが投げまくるみたいな状況で、まあ、ビットコイン、イーサも、またね、どんどん上がってきたものを、せっかくね、上がってきたものを崩してしまうような形で、何かクラッシュみたいなことが起きた場合は、ちょっと、なんて言うんでしょうね。良くないかなっていうふうには思います。個人的には。まあ、買い増しができるという点ではいいんですけども、他のものも下がるということで、あまり望んではいないですね。もちろんね。そういう状況になるというのが一番、ちょっと想定外ですけども、想定内にしとかなければいけない一つのね、アイデアなのかもしれないなと思いますので、まあ、最後そちらを伝えて、ちょっと今回のね、チャート分析はこの辺で終わりたいと思うんですけども、まあ、本当に動かないんでね、ちょっとこう、ホルダーの方もため息が混じっているような感じかと思います。私もまあ、それは、まあ、ただ私の場合は本当に10年ぐらい持ってみようかなということでもありますし、ステーキングしてるので、まあ、手が出せないみたいな感じもあるので、まあ、ちょっと気になり、
にくいのかなというふうには思うんですが、まあ、本当に今現物で持ってたりとか、まあ、売ることも買うこともできる方であれば、ちょっと売った方がいいのかなとかね、思うだろうとは思うんですが、まあ、しっかりもう一回ね、その IOC を買った時の動機だったり原因だったり、その辺をね、もう一回見つめていただけるといいんじゃないかなと思いますので、しっかりこれからもね、IOC 一緒に頑張っていきましょう。ということで、今回の動画ね、以上となりますけども、もしよろしければね、高評価とか、それからチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今回はちょっとこの辺で終わりますけども、またね、明日以降 IOC 大きく動く可能性ありますので、その時はしっかりチャート分析していきたいと思いますので、どうぞその時もよろしくお願いいたします。ということで、今回もね、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また別の動画でお会いできたらと思います。